はい、皆さんこんにちは、こんばんは、市民数の市です、今回の問題ですけど、難関校の問題を解題して、作っております、まあ、2024年度の、問題という形で作っています、難易度的には標準からちょっと上かなって感じで、普通に計算してもいいんですけど、そしたら結構時間かかりますので、テクニックを使ってやっていくって問題です。それではやっていきましょう。はじめですけど、2024を引く A ね、じゃあ2024引く X を A と表します。そうすると2023引く X でどういうふうにやるかって言ったら、増やして減らすという形で、こんなふうに2024引く1は2023なので合ってますね。なのでここを置き換えることができます。 A 引く1になりますね。じゃあここはどうなるかって言ったら、2024引く X 足す3とすればいいですね。なのでここを A と置き換えます。そしたら、ラージ A の置き換えたやつを式で表してみると、はい、こんなふうになりますね。そしたら展開して、その後移行して計算してみると、 A の2乗引く 2A で引く3イコール0となります。そしたらここは因数分解できるので、どうなるかっていうと、はい、こんな風に表すことができ、 A は3と、はい、マイナス1と表すことができます。そしたら A というのは2024引く X なので、2024引く x イコール3と表すことができ、そしたら x は、はい、2021と表します。またマイナス1であれば、2024引く x イコールマイナス1ということは、 x は2025と表すことができるので、今回の答えは x は2021と2025が正解となるという形でした。今回の問題ですけど、特に A を置き換えるというのはすごく大事なポイントですので、皆さんもやってみてください。そういった形で、それではまた。バイバイ。